サムイ空港、英語、サムイエアポートは、タイのスラートターニー県サムイ島にある空港。1989年4月25日に開業。バンコクエアウェイズが所有している空港であり、同社がほぼ独占的に使用している。そのため、空港利用量は300バーツとなっている。サムイ島の観光業界では、同社の独占利用が観光振興の妨げになっているとして、 競合他社への開放化、新空港の建設を求められていた。2008年1月17日、大国際航空の乗り入れを表明、2月15日から就航した。その後も中国南方航空、シルクウェアなども乗り入れており、バンコクエアウェイズが運用はしているが、専用空港としての立場は弱まりつつある。民用空港のため設備が必要以上に整備されない、傾向があり、 滑走路長は全長2060メートルで離陸滑走は目いっぱい使用できるが着陸制動距離は1800メートル程度に制限されていて比較的着陸が難しい空港となっている2000年と2009年にバンコクエアウェイズ機が着陸時に事故を起こしているターミナルは保有するバンコクエアウェイズにより整備されていて島周辺の動植物や 自然に溶け込むように設計されたオープンウェア設計となっている。また、2008年にチェックインロビーからメインゲートまでサムイパークアベニューと呼ばれる商業施設が開業し、同施設内では食事や買い物などができて出発までの時間を過ごせ、同施設は搭乗客以外でも使用できる。国内線国際線リムジンまたはタクシー利用、50から300バーツ。 ありがとうございます。